皆さんこんにちは。ヒロシーヒロシのスロートラベル、ご視聴いただきありがとうございます。今私は渋谷駅に来ています。今回皆様とご共有させていただきたいのは、渋谷駅直結地上47階、高さ229メーターの展望施設、渋谷スクランブルスクエア内の渋谷スカイです。今こちらに映ってますのは渋谷のスクランブル交差点です。渋谷のスクランブル交差点は誰もが迷わずに行けると思いますので、こちらから渋谷スクランブルスクエアをご紹介したいと思います。はい、今見えてますのが渋谷スクランブルスクエアです。地上47階、高さ229メーターあります。JR 渋谷駅ハチ公口を目指して歩いていきます。このスクランブル交差点は1日に50万人もの人が行き交う交差点として、海外にも有名です。渋谷駅前交番が右手に見えますが、渋谷駅前交番を右手に見まして、 JR 渋谷駅の高架下を通過していきます。こちらが JR 渋谷駅の高架下になります。今から行く渋谷スカイのチケットなんですけれども、ウェーブ販売の入場チケットが完売の場合は窓口チケットも完売となりますので、すでに完売している入場会は当日ご来場いただいてもご購入いただけませんと公式のホームページに書いてあります。当日券の購入は非常に難しいと思いますので、事前にインターネットで予約をしてから現地に行ってください。渋谷スカイの入場チケットインターネットホームページは概要欄に貼り付けておくようにしますので、そちらから購入してみてください。インターネット購入の場合は大人の料金は2200円です。当日フラッと行っても多分入場できないと思いますので、事前予約してください。画像のようにバス停が見えますので、こちらの動画の通り直進してください。ビル風とですね、冬の北風が混ざってて帽子等飛ばされやすいので注意してください。この近辺は風がすごく強いですね。左手のエスカレーターには乗らず、このまま直進してください。渋谷スカイに直通で行けるエレベーターの案内が出ています。渋谷スカイのエレベーター乗り場が見えてきました。まだ今の時点でですね、午前11時ぐらいなんですけれども、
すでに当日チケットは完売しておりますという表示が出ています。こちらのエレベーターで一旦14階まで上がります。私は2024年1月7日の12時20分から12時40分という枠で事前予約しておりました。こちらを見せて入場するようになります。14階のエレベーターから45階まで一気に駆け上がります。手荷物や帽子等飛ばされやすいものは持ち込み不可ですので、46階にコインロッカーがあります。それは100円を入れてまた出るときに100円戻ってきますので、100円は準備しておいてください。こちらが渋谷上空 229m にある渋谷スカイになります。1日50万人もの人が行き交うスクランブル交差点です。こちらは観客席約6万8000席を誇る国立競技場です。高さ333メーターの東京タワーも見えます。こちらは首都高速道路ですね。高さ634メーターの東京スカイツリーもちょっと遠くですが見ることができます。 JR 成田エクスプレスも見えます。皆さん思い思いに地上229メーターの渋谷スカイ展望台を楽しんでいました。ヘリポートもあります。お客様は全体的に日本人と外国人の割合ですと 60% ぐらいがですね、外国人の方のような感じがしました。皆さん英語や韓国語や中国語や異国の言葉が飛び交っていました。
一つ下の46階ではちゃんとガラスがあってですね、暖かく外側見ることができます。ちょっと47階は風が強いとですね、非常に大変なので、こちらから見てもいいかもしれませんね。46階にはこのようなお土産屋さんもあります。税込み2750円ですね。ハチ公のぬいぐるみが置いてありました。かわいいですね。これで渋谷スカイのご紹介は終わりにしたいと思います。長い間ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、いいねももしよろしかったらよろしくお願いします。